あの天狗、うちの神社で罰当たりなことを。なんで神社の上で寝てるんだよあいつ。新聞に書けるネタがないようで。白霊神社なら、妖怪絡みで人騒動起きるだろうと言ってました。私のところの神社で粗相をするとたたられるので、祀る神のいない白霊神社ならいいだろうとも。とことん舐められてるぞ、霊夢。ぐぬぬ。寝てる暇があるなら、各地を回ってネタ探ししてなさいよ。まあ、私はこうして時間を無駄に費やしましたが、歴代天皇の中には、霊夢に関わらなくても立派な業績を残した人もいます。とりあえず、屋根からは降りてやれよ。それでは、今回は84代目の天皇、順徳天皇について解説しましょう。順徳天皇は1197年生まれで、名前は森成。父は後鳥羽天皇、母は藤原の重氏です。1200年に、異母系、土帝天皇の皇太帝となりました。それ以降、後鳥羽上皇の後継者としての地位を向上させるため、父から順母をつけられます。ちなみに、順母とは血のつながりはないけど母扱いされる女性のことで、この時代は天皇、および皇太子の権威づけのために建てられた存在です。安徳天皇の順母を経験した養子や、八条院領という皇室の巨大な荘園を相続されていた烏帽子の彰子などが順母となり、森成親王は権威と荘園をゲットしたのです。土帝天皇以上に期待されている感じがするわ。1210年、上元4年に、後鳥羽上皇の意向で、土帝天皇から譲位され、12歳で即位しました。後鳥羽上皇が順徳天皇を推した理由は、父に似た気性の荒さと多才さ、父から母への寵愛の重さなどが挙げられますね。後鳥羽上皇からすれば、天皇上皇が同じ大幕強硬派の意見を持っていた方が、幕府とのお付き合いがうまくいくと考えたのでしょう。順徳天皇は、平野紀子という平家出身者を祖母に持ち、逆張り貴族、こと藤原の紀末を外祖父に持つなど、アンチ幕府思想が芽生えてもおかしくない家柄です。兄に比べて兵士関係者が多いのも父に似てます。うぷ主曰く、調べれば調べるほど、後鳥羽上皇がお好き持ちが分かった気がしたとのこと。親子とはいえ、ここまで境遇が似てたのか。天皇にはなったものの、後鳥羽院政が敷かれていたため、政務をしない順徳天皇は暇でした。よって、自身の趣味に時間を費やします。まずは和歌を。父に似た作風で、藤原の定家に師事しました。歌集には順徳院御集があり、歌論書の訳も未章も表しました。また、有足古実の研究にも熱心で、1221年には、有足古実の解説書にあたる、金秘章を完成させます。これは天皇自身に関わる儀式作法や学問などが記された貴重な書物であり、帝王学の教科書として、後世の天皇たちも参考にするほど尊重されました。二十歳前後で幅広い分野の著書を手掛けたことから、順徳天皇は、文学の天皇、とも呼ばれたのです。元来の才能、研究に対する情熱を持ち合わせた天皇なのですね。ちなみに、天皇として行事にノータッチだったわけではなく、天皇の権威を示すために行幸を多く行ってました。おおよそ、幕府を意識した父の意向でしょう。さて、そうこうしているうちに、1221年5月、後鳥羽上皇親子たちの X デイ、承久の乱を迎えます。後鳥羽上皇は首謀者で、土帝上皇は反対の立場だったわね。順徳天皇は父に共感していたから、首謀者側よね。その通りです。しかも、乱発生の1ヶ月前に息子の金成親王に上位し、上皇になっています。上皇の方が自由に動けますからね。この判断は、後の幕府にとってもありがたい行動になるのですが、その話はまた後で。こうして、父の後鳥羽上皇と共に反幕に燃える順徳上皇でしたが、当時の都で、反幕に積極的だったのはその二人だけで、土帝上皇や貴族たちは白けムード。また、幕府軍の結束の固さも相まって、乱は1ヶ月ほどで幕府軍が圧勝しました。承久の乱の詳細は、後鳥羽天皇の解説動画をご覧あれ。乱も終結し、戦後処理へ。幕府による処罰が決まります。順徳上皇は乱の首謀者として、父同様に島流しとなりました。入る先は父と違って、佐渡の国です。佐渡までの道のりは厳しく、お供した家臣が道中で病没したり、京へ引き返す事例もありました。それでも船で渡った上皇は、佐渡の国小井ヶ浦にたどり着き、国分寺の末寺、森林寺へ移動しました。その後、上皇は佐渡で生活拠点を転々とし、2カ所目に八幡宮そばの皇居、3カ所目に黒木御所という粗末な建物を安在所とするのです。
佐渡の国では、官僚と若作り中心の生活となりました。1237年には、上皇は和歌百首を作り、後鳥羽法皇と、歌の師の藤原の定家の評価を受けるため、歌を送ったのです。法皇は点を施し、定家は点と半紙を添えて上皇に返送しました。和歌なら、作り方さえ知っていればどこでも作れるので、島流しされた際の趣味としては最適かもしれません。過去の栄光や風景への憧れでも読めますし。父も師匠も、和歌に秀でた人。って思ったら、順徳上皇自身も百人一首の最後の歌に載ってるすごい人ね。先ほどの歌の添削以外でも、父の後鳥羽上皇とは手紙で文通する間柄でした。それゆえ、1239年に父が崩御すると、統一で亡くなったことへの寂しさを歌にしています。さて、佐渡に着く前から帰郷への思いが強かった順徳上皇でしたが、1242年に帰郷できる最後のチャンスが巡ってきました。そのチャンスとは一体？承久の乱後、幕府は後鳥羽天皇の家系以外から天皇を選んできたのですが、その家系が断絶。後鳥羽天皇の家系から天皇を選ばざるを得なくなりました。ここで、朝廷が推した人物が、順徳上皇の息子である、忠成王でした。なんせ、後鳥羽、土見門上皇の息子たちの多くは承久の乱前や後に失家しましたし、失家していない後鳥羽上皇の息子たちは、承久の乱後に各地に配流されてました。つまり、朝廷からすれば、忠成王しか次期天皇候補がいないと考えていたのでしょう。多くの貴族たちも、忠成王即位を疑ってませんでした。即位が決まる前から、新天皇の衣装のサイズが忠成王に合うように作られたくらいです。さすがに、配流された王子を天皇候補にはできないですけど、その話し方から察するに、別の候補が。一方、鎌倉幕府三代目執権、北条泰時は、忠成王の即位に猛反対でした。承久の乱の首謀者、順徳上皇の息子でしたし、忠成王が天皇になると、赦免などで順徳上皇が帰郷し、反幕府派の上皇が起点の君となり、第二の承久の乱が発生する可能性がありました。また、幕府に反抗しても条件次第で許される、と思われる可能性も消しておきたかったのです。執権北条氏による幕政だから、内部にも敵を作りやすいのよね。倒幕運動が頻発したら、体制維持も大変になるわ。そんなわけで、幕府は、せっかくなら土見門天皇の口頭から見つけよう。あの人は承久の乱に関与しなかったし、という条件を設けて後継者を探しました。ただでさえ候補者そのものが少ないのに、なんでさらに該当者を絞るんだ。そして幕府が見つけたのが、経済的理由で執権を延期していた国人王でした。土見門天皇の解説の最後の方で聞きましたね。立場的には忠成王の方が優勢だったものの、結局、天皇に即位したのは国人王でした。よって、順徳上皇が入る直後から常に望んでいた帰郷の可能性が絶望的となりました。それに絶望したのか、順徳上皇は後継問題のあった年に崩御してしまいました。絶望のあまり絶食したとか、腫れ物に焼き石を押し当てて衰弱死を図ったとも伝えられています。病死説もありますけど、後鳥羽上皇ほど、島民との交流が詳細になってはいませんが、約21年間を佐渡島で過ごしました。24歳の時に島流しされたので、人生の4割ちょいを佐渡島で過ごしたわけです。人生の半分を流刑地で過ごすって、確かに上皇クラスの人には耐えられないかもな。墓は、大原の三笹木です。遺体は現地で火葬され、骨が京都に安置されました。火葬場所は魔の三笹木として残っています。順徳の由来は、望んでいた帰郷を果たせず崩御したこと、息子が次期天皇に選ばれなかった絶望や怒りから、死後、彼の怨霊化を恐れた人々がつけたとされます。いわゆる、徳の字を持つ天皇の典型例ですね。ちなみに、徳の字が与えられた天皇は順徳天皇が最後です。ちなみに、入る後は佐渡院と称されてましたが、1249年に順徳院が採用されました。44歳で崩御。在位中の元号は、上元。倹約、憲法、上級です。政治面以外の話はすでにしてしまったので、家族を紹介して終わります。6人以上の妻を迎え、約12人の子を授かりました。入る後も現地で子をも受けました。佐渡島には、佐渡で生まれ、没した子供たちが個別で祀られています。解説は以上です。性格や多彩さ、入る経験とか、父の後鳥羽天皇と似ている箇所が多いわね。父との類似点や交流が出てきた一方、異母系の土見門天皇との絡みが一切なかったな。
いつの間にか、幕府が選定業務においても朝廷より優位に立ってましたね。倒幕派の中心だった後鳥羽天皇、倒幕慎重派の土見門天皇に埋もれがちですが、文化面では後世にも影響を与えた、ちゃんと個性のある天皇ですよ。次回は、85代目の天皇解説です。順徳天皇の息子で、承久の乱直前に即位した天皇です。承久の乱中の天皇だったけど、乱後の話が聞こえてこなかったのよね。次回でわかるのかしら？それでは、今回はここまでです。ご視聴、ありがとうございました。さて、新聞のネタが見つかるまで、もう一休み。そろそろ芝居でもいいわよね。私は反対しないぜ。ノーコメントで。最後までご視聴、ありがとうございます。他の動画も見ていくのよ。チャンネル登録よろしくな。不定期投稿ですが、よろしくお願いします。では、次の動画で会いましょう。